ねえねえ、なおさん、山チャンネル。さあ、こんばんは。今日はお出かけした帰りに某コンビニで面白い食べ物を見つけたので買ってきました。まずちょっと気になる出来たてポテト。のりたまのふりかけです。
待ってください。入れよう、全部入れます。はい、のりたまのふりかけが入りました。そのまんまのふりかけです。じゃあもう一つの UFO の方を作っていきたいと思います。まあタレはいつものごとくの UFO です。ただ麺が2倍だそうです。麺の量がすごいです。見てくださいね、ほらまだまだ入ってます。じゃあ混ぜていきます。じゃあソースから出て、混ざった、混ざりました。大量です。玉入れます。あ、揚げ玉はちょっと違う、2種類、赤と白の揚げ玉。じゃあ食べていきたいと思います。お父さん、おいしそうですね。やせつの撮影ですか。え、今からこれ今日買ってきたやつ食べようかと思っててんけど、量が多いからどうしようかなと思ったけど、ジーコ屋さんにいてくれて嬉しいわ。一緒に食べへん。いただきます。ラジオまだしてないのか、はい、じゃあちょっとこっちジーコ屋さんでよかったら食べてみて。ではいただきます。撮影時間夜11時なんですけど、2人で完食しました。あかんやつやん。私はこののりたま焼きうどん美味しかった。めっちゃ。どうでした？この UFO の売面の爆面の食べるのが大変。結構量ありましたもんね。はい、あったあった。でもあの、のりたまはなかなか美味しかったよね。思った以上に。また何か見つけたら買ってきて紹介していきたいと思います。ジーコさんで今日はありがとう。ありがとうございます。助かった。食べきれなくて困ってたかと。はい、ごちそうさまでした。夜食も食べたので運用結果報告していきたいと思います。4月の16日から30日で81万8369円です。めっちゃ稼いでくれてるや、嬉しいわ。1日で45万稼いでる時もあるから、この調子で行ったらどこまで行くのか、これからが楽しみです。なおでしたー。